皆さんこんにちは、そうチャンネルです。そう太郎です。たくさんのチャンネル登録、コメント、高評価をいただきありがとうございます。とっても励みになっております。はい、というわけで今回はですね、特撮俳優、自分のキャラクターの顔をうろ覚えでどれだけ描けるのかやってみたです。はい、僕絵画教室に通っておりまして、でそこの絵画教室で個展を開くために頑張って描いていきましょうということで先生にお世話になっているんですけども、今回せっかく YouTube を始めたということなので、そこのアトリエをお借りして、劇レンジャー、劇チョッパーの僕の変身体の顔を何も見ずにアクリル絵の具でどれだけ描けるのか、どれぐらい似てるやつを描けるのかをやってみました。というわけで皆さんぜひ見てください。 VTR スタート。
かがでしたでしょうか。びっくりするぐらい、なんでしょう、微妙な結果になりましたね。パッと見劇チョッパーには見えるけども、なんか目も違うし、うん、パッと見劇チョッパーだけどベラボーにうまいとかそういうわけもなく、うん、むちゃくちゃなんだろう、劇チョッパーに全然見えないとかもなく、微妙な仕上がりになりましたね。はい、この企画ちょっと僕だけじゃあれなんで、万平とか三浦力兄さんとか出てくれたら、他のみんなにもやってもらいたいと思います。みんなそれまで自分のキャラクターの顔を見ないでおいてね。はい、というわけでご視聴いただきありがとうございました。これからもチャンネルいろいろやっていきたいと思いますので、チャンネル登録、高評価、コメントいただけましたらとってもとっても嬉しいです。皆さん今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。